Believe ブとは日本の競争場で、現在は繁殖品場である。場名は英語の Believe、信じるに由来する。通算10す全てが1200メートルという喫水のスプリンターであった。4歳、2002年の夏前から本格化し、短距離路線の有力場となった。4歳夏2600万下条件に高級したが、サセボステークス、 北九州短距離ステークスと条件戦を2連勝し、岩田高生を背に、戦闘ステークスに出走。そこで勝って、重賞初制覇し、GI のスプリンターズステークスに駒を進める。この年は、新潟での開催で、安城には、竹とで出走。ここまで3連勝の勢いを評価されてか、同年の高松の宮記念を制した、湘南カンプや、 安田記念を制したアドマイヤコジーンも押え一番人気であった。レースでは終始最打ちを進み、直線で進路が狭くなりかけたが、逃げ粘る湘南カンプと指してきたアドマイヤコジーンを半馬審査を抑えて優勝した。同年に休止したサンデーサイレンスの産区としては初のスプリント試合勝利であった。続いて12月に湘南カンプともに香港スプリントに出走したが、 初の直線競馬や輸送などもあり12着に敗れた。この年の JRA 賞の選考でビリーブは唯一小馬ヒンバで GI を勝っているが最優秀4歳以上ヒンバのタイトルを受賞はならなかった。翌2003年2月に半球杯で復帰した。しかし前々から取り沙汰されていた気象難を露呈し9着に敗れた。続いて 春のスプリントを決定戦である高松の宮記念に出走した。この年から JRA の騎手となった安藤勝美が初めて騎乗することになったが前奏の阪急杯での惨敗があってか3番人気に甘んじた。1番人気はその阪急杯を制した前年の覇者湘南カンプ。2番人気は4歳馬のサニングデールであった。 レースでは圧倒的人気の湘南カンプが逃げ、ビリーブは3番手での競馬となった。かなりのハイペースとなり、逃げだ。湘南カンプは直線で脚色が悪くなり、4コーナーで2番手につけていたビリーブが抜け出して、勝利した。高松の宮記念とスプリンターズステークスを制覇したのはフラーパークとトロットスター以来3投目である。起乗した安藤勝美にとっては JRA での GI 初勝利となった。その後は、KO 杯スプリングカップと安田記念に出走したが、やはり距離が長いのか敗戦が続いた。得意距離に戻った、函館スプリントステークスでは、久々の勝利を挙げた。秋初戦となったセントールステークスでは、天使の奇跡に刺され、花佐の2着、そして引退レースとなったスプリンターズステークスでは、 スプリント女王として一番人気に支持された。レースは4コーナーで早くも先頭に立ったが、大外教習をしたデランダルとの写真判定の結果、15センチメートルの差で2着に敗れた。同年の JRA 賞では、最優秀4歳以上頻馬のタイトルを受賞し、これを見上げに繁殖入りすることとなった。1タイムランドは、 レコード価値を示す。2003年11月20日よりアメリカに渡り、ケンタッキー州歴シントン近郊ミッドウェイのレーンズエンドファームオークリースタッドで繁殖品馬となった。初後、ボバ、父キングマンボウは2005年1月28日に生まれた。ファリガットという馬名で中央競馬に競走馬登録され、2007年12月1日阪神競馬場で、 行われた二歳新馬戦に勝利し、ビリーブ3区としての初勝利を挙げた。ファリダットは、オープンクラスまで上がり、2009年の安田記念3着、同年の慶応杯スプリングカップ3着、2012年のプロキオンステークス3着などの実績をした。二番子、ボバ、チチキングマンボウは2007年3月11日に生まれた。火山陸と命名されて、 中央競馬でデビューしたが、中央で4戦未勝利の後、地方競馬、兵庫県競馬組合に移籍し、移籍後9戦1勝で引退した。三番子、七 a P インリ、オスは2008年3月28日に生まれた。コランダムという場名で、アメリカにて競争が登録され、主に下級のクレーミング競争に出走していた。通算成績は84戦7勝。 通算獲得賞金は179,022ドル。4番子、オス、父 a P インディは2010年4月7日に生まれ、2012年8月9日付で、ブレロワという場名で、中央競馬に登録された。ブレロワは、体つきや、血統の良さが評価されてデビュー前に注目を浴びが、デビュー戦では最下位に沈み、帰場していた、竹豊に酷評された。 二戦目も同じく再位に終わると、気象改善のために拒勢されることとなり、拒勢後に地方競馬、兵庫県競馬組合へ移籍となった。移籍後の初戦は12頭立ての9着で、デビュー以来初めて再位ではない成績を残した。しかし次戦には通算3度目となる、しんがり負けを喫し、このレース限りで地方競馬の競争馬登録を抹消された。あ、5番子。 メス、父メドグギアディオロは2012年2月17日に生まれた。フィドゥーシアという場名で中央競馬に登録され、立党、松本茂木9舎に所属している。2017年1月29日に通算5勝目を挙げ、オープンクラスに昇級した。6番子、メス、父スマートストライクは2013年2月27日に生まれた。 2015年にエリシェバと命名され、立党、角田孝一級者に所属している。2016年2月27日に、小倉競馬場で行われたサラ系3歳、未勝利戦にて一着となり、デビュー5戦目で、初勝利を挙げた。7番子、オス、父切点 S ジョイは2015年4月25日に、生まれた、ジャンダルムという馬名で、中央競馬に登録され、 立党の池江康史受給者に所属している。2017年9月9日に、阪神競馬場で行われたサラケ二歳新馬戦で一着となり、初勝利デビューを果たした。同年11月11日に行われた、デイリーハイ二歳ステークスで重賞初制覇を果てだた。通算成績、2018年5月3日現在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。